チョムカのラストチャンス、チョムカトークエクストラステージよいしょというわけでですね、はい、3月22日放送分の、はい、チョムカトークラストチャンスチョムカトークで余った、はい、そうですトークワードが、はい、2つずつかそうですね、あるんで、はい、やっていきましょう。もう出費がきついからやめましょう、はい、これ見てください、こんだけあるんですよ、100件玉が100件をね、用意してね、のためにはい、じゃあチョムワードください。はい、はい、よかったね、ドブの間とかが落ちなくて排水溝に落ちなくて、あれね、100円が入ってくる。また飲まれましたか、大丈夫ですか。いや、飲まれたらいいです、今度はお金が入ってくるんですね。お金は、ちょっとこれさっき山内さんにもらったインドネシアのお金だ。はい、これあのインドネシアのコインで1000ルピアなんですけどね、はい、日本円で大体あの10円ぐらいなんです。そうですね、はい、おもちゃみたいなんですよ。はい、はい、じゃあ来ました。行きましょう。チョムワードが揉め事、はい、山内ワードが秋田名物。秋田名物の揉め事なんだろう、ハタハタがなくなったとかそうですか。生ハゲの声が違うとか、でもあのね、前、はい、前か結構前のニュースだけど、あの、生ハゲが女湯にこう、ね、そうですね、入ってくるとか、セクハラをするとか、セクハラして、揉め事になりましたけども、そうですね、あの青年団の人はそういうそういうことはやめてほしいと、うん、でもあの私生ハゲちょっと興味持って、あの生ハゲで検索されて YouTube で調べると、なんかね、結構声が違うんですよね。ウィャーみたいな人ともいたら、こう普通に、なんか怖いね、ガーって喋ってる生ハゲもいるから、流派あるかもしれませんね。あの土地土地によって違うっていうのは聞きました。違うんですよね、はい、聞いたことありますね。多分本家とか宗家の争い事がきっと生ハゲ界にも北斗神拳の龍拳みたいな感じになりますか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですね。すいません、まだ引きずってますね。なんか芋煮とかだと宮城とか山形で揉め事ありますけどね、あのほら、あ、どっち派か、どっち派か、そう、味噌派と醤油派と、うんうん、里芋派と、うんうん、でも秋田の方は秋田の方できっと土地土地の揉め事があると思う。秋田事情に詳しくはないですけど、秋田事情に詳しくない。まあそうですね、そんなに僕らもエクストラだから言ってみる、あの地図どうしてんでしょうね、秋田の住みます芸人の。あ、どうなったんですかね。でもどうなったんですかね。あれでしょ、別にそんなに、まあ酒呼びで捕まって泥骨法なんで、別に取り調べ受けて、あとは行政 で、うん、その罰金と免停かも、下手したら免取りだとは思うんですけど、うん、あとはその吉本さんの判断次第でしょうけど、はい、そうですね。ただチェスって、あのその吉本の住みますになる前に結構なんかいろいろ一緒になったことあって、俺古谷社長と一緒にね、事務所の古谷社長と一緒に、あのわざわざそのチェス主催の、あの飲み屋というか、あのバーやってたんですけど、バーのライブとかに自腹で行って出たのに、あのよし住みますになった瞬間に、あのツイッターのフォロー外されちゃったんでちょっとだけざまあ見ろって気持ちが、俺そういうこと根に持つんでなんだお前売れるで、ちょっとどっちやんされたの。両方です。忘れちまったのかよ、俺たちのことを。言芸能人っぽいアカウント作ろうと思って、多分フォロー数減らして、だから俺もそういう悶々ね、あのいろいろな悶々とした気持ちが多分って、俺のアカウント今ムキになってフォロワー数だけ増やしてますもの。ああそういうことがあったんですね。そういうことも踏まえて、はい、秋田名物の揉め事ですね。シェストの揉め事ですね。揉め事ですから、でも頑張ってね。分かんですけど、そうだね、はい。じゃあ続いていきましょうか。はい、もう一回行きます。すごいですね、ネチネチしてますね。ネチネチしてますよ。では、あれ飲まれたんじゃない。あれ飲まれました。残り1個しかカプセルないんだもん。よいしょ、溜まってる、大丈夫。大丈夫です、入ってる。あ、じゃあまたまただからインドネシアとか。ルピアのせいにされてる。ルピア、完全に飲まれるパターンですね。マジで言うとくよ、これ返さねえからね。イエーイ。
これだってあのカプセルじゃあ一回下から行けよ、もう下下下下下カプセルが落ちる場所に来るまで100円を使って回さなきゃいけないですもの。ほんとならもうお店のおばちゃん呼んで、ずらしてもらうパターンですよ、はい、ガタガタガタってしょうがないだろ。ガタガタガタってやってもこれ、あ、もうハマっちゃったの。ハマってるんです。はい、知ってました。え、どうした？300円を要したどちら、あ、逆です。こちらだ、こちら、はい、300円を要した分チョモワードリクエスト、はい、山内ワードが安さの伝道。安さの伝道のリクエスト。安さの伝道、そのディスカウントショップ的なドン・キホーテ。ああ、そっか、はい、安さの伝道でリクエストっていうと何をリクエストすればいいんでしょうね、あの安いお店で、うん、強いって言うなら安いか、そんなに俺ドン・キホーテさんに関してはそんなに安いとは、あの、まあ、はいはいはい、食料品とかが安いのかもしれないですけど、はい、普通にね、あのおもちゃとかああいうの見ると別に安くはないんじゃないかな。そうか、私カップラーメンぐらいしか買わないからあまり、そうだ、そういう印象は。逆に、まあ、僕はその、食料よりはあのパーティーグッズとか、はい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 、あ、なんか、まあ、芸人目線だと、はい、その小道具買いに行くじゃないですか、そうすると別にそんなに安くないよなって。普通なんですか、すみません。あとはあのネタ用のアダルトグッズとか買いに行った時とか。そうだね、相場わかんないものは。そうですね、うん、確かに。強いて言うならあれですよね、あのドン・キホーテで一番求められてるのはあのなんかで女の人と出会いの掲示板とかあったらめっちゃ当たりそうですけどね。あのこれ国分町のドン・キホーテとか行くと多分周りの水商売かなんかで夜営業終わって始発待ちの女の人がかなりうろうろして、でそれをホストの人が声かけてナンパしたりしてるんで、もうどこか一箇所スペース作っちゃいないよと思うんですよ、そういう人用の休憩所みたいな。俺ももう混ざりたい。混ざればいいじゃん。いや、あのお店でもこううろうろしてるんですよ、みんな回遊して、うん、でナンパするんでしょ、だってホストは。ホストの人だからそうですね、結構やってんだよ、うざがられたり。トモさんやったりじゃん。通報されないですかね。いや、知らない。安さの伝統。なんで、調査的にはでも、調査さん自身が、はい、あの人生の安さの安さの伝統です、ね、人生の安さの一番安い、最安値を記録してるんでそうですよ。ね、ジョブ加藤以外に安さの伝道という言葉は使っていけないと思います、僕は。そうですよね、はい、もう本当に安いですからいや、もうこういう生活じゃなくて40何歳になったんで、はい、最近真剣に思ってますよ、あの大人の男の人って怖いって。俺なんで近所に住んでる同級生ぐらいの人がもうみんな大人になってるわけですよ、子供とかいて、はいはい、で俺不審者扱いじゃないですか、ある意味。そうでもないじゃないですか、別に独身で不審者なわけないじゃないですか。ほら、あの昼夜逆転してるから怪しいんですよ、平日の昼間うろうろしてて。でいや、そうかなはい、そうかな、相当怪しいですね俺はあのチョムさんが街角レポートね、ラジオで街角レポート行くじゃないですか、その時にあのここに首に下げてる芸能人私は芸能人ですっていうプラカードの方が芸能人さんやね、俺ほんとにな、あれはあれはほんとにびっくりする俺、あれで街に会ったらそうですね、絶対ヤバいやつだもんそうですね、芸能人が自ら芸能人ですって、はい、まあ言うかもしれないですけど、はい、それがちゃんとしたそのね、プラカードだったらわかるんだけど、はい、あなたの汚い手書きで書いたさ、そうですね、ホワイトボードです、ね、殴り書きだったでしょあれはいはい、そうですね、でラジオ3みたいなステッカーみたいな貼ってるでしょ、はいはい、貼ってます完全にもう怪しい人ですもんそうですね、すいません、あのそうですね、宮城県警の不審者情報に一回載ってますからね、鳴らされましたもんね、鳴らされましたからね、はいまあ、こんな感じでいいですか、はい、以上リクエスト安さの伝道のお話でした、はい、ということで、チョモカットのラストチャンス、チョモカットエクストラステージ、はい、3月22日分は以上で終了です、はい、ありがとうございます、またねー。